ありがとうございます。本別都市すいません。はい。今日ちょっと本別都市と茨城都市に、まあ、密着じゃないですけど、ついて回るんで、すいません、はい。よろしくお願いします。はい、茨城都市、すいません、はい、今日あの、門別投手と茨城投手 の、はい、あの練習一日ちょっと、まあ、密着させていただこうかなと思うんで、いや、全部こっちお願いしますよろしくお願いします。はい、高卒2年目の2人を、はい、今日密着、今日密着で、はい、お願いします、お願いします、
さっしゃー、ナイスイッチはい、ナイスラン。はい、ナイスラン。はい、ナイスラン。一緒に走っていいんですよ。持ちながら。いや、どれぐらいきついか。いや、そんなカメラ持って。行きます。はや。あ、いい、ゴープ。はや。あ、いい。戻しといて。戻しといて。戻しといて。はい、お疲れ様。ありがとうございます。皆さん。もうちょっと。もうちょっと。一番良かった。どうですか、坂道。いや、ちょっと結構急ですね、ここ。あ、そこ。はい。初ですか。初です。初坂道。でも、具志川の方が長くないですか。長いです。どうですか、具志川。銀座の違いというか。いや、そうですね、短い分、ちょっと急なんで。まあ、いい感じです。いい感じ。最悪や、マジで。はい、無理サラダみたいな。結構お皿でいうとサラダの割合が多いですね。はい。これ結構意識して取られてるというか。いや、気分です。あ、気分。どうですか、ここの豚キムチは。美味しいです。美味しいですか。はい。なんか言われてたし、好きな食べ物とかあるんですか。好きな食べ物は。試合前、ランツイタオムライス。オムライス、うまいっすよね。食べるな。わかんないです。ありがとうございます。すみません、お邪魔しました。Thank you.
ないでください。どうです。どうですか、一軍キャンプ2日目ですけど、いかがですか。すごい充実してるかなと思います。まあ、まだまだ始まったばっかりですけど、このキャンプ、まあ、テーマといいますか、どんなことを取り組んでいきたいなみたいな自分の中であったりしますか。そうですね、まあ、とにかく怪我なく、前も結構充実できてるので、もうこの調子で、まあ、本当に怪我だけしないで終われるのがいいかなと思います。まあ、改めてですけど、まあ、11日、12日には紅白戦始まってくるかなと思うんですが、ご自身の中で、まあ、ある程度目標というか、どこまでにどう仕上げていきたいみたいなところあったりしますか。そうですね、まあ、紅白戦は、まあ、そこに別にベストを持ってくるつもりもないので、まあ、でも実際今は、まあ、全然よく投げ、まあ、自分の中で調子よく投げれているので、まあ、この状態のまま紅白戦を迎えることができればいいなと思います。まあ、シーズンには、まあ、合わせるのはシーズンなので、まあ、そこに合わせていければいいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。まだキャンプ2日目ですけど、まあ、キャンプ迎えて1軍キャンプいかがですか。まあ、この2日間ちょっと激しいトレーニングだったり、ちょっときつい場面が多いんですけど、この1ヶ月乗り越えるだけで体っていうのも変わってくると思うので、そこを乗り切りたいと思います。まあ、改めてですけど、茨城投手の今キャンプのテーマをお伺いしてもらっていいですか。やっぱり1軍キャンプ完走できるように、2軍に落ちないように頑張りたいです。うん、調子など含めてご自身の、まあ、体調面いかがですか。そうですね、ちょっと、まあ、まだコンディション的には、コンディションというか調子的にはまだ上がってきないんですけど、まあ、これからしっかり上げていけるようにやっていきたいですと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。サングラス取ってやりましょう。せっかく中を見せてください。伊藤さん、サングラス取ってください。せっかく。